I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is the continuation of JoJo's Bizarre Adventures, Eyes of Heaven. Please enjoy. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。アイズオブヘブンの世界へようこそ。よし、ここはストーリー分かった。ジョリーン、俺は戻ってくる。この世の全てをぶっ壊すために。ウェザー、待って。消えたわ、光の中に。逃げられたか。そのあんたのことなんて呼べばいいかわからないんだけど、ひとまず父さんって呼ばせてもらうわ。今何が起きてるの？プッチンの能力が原因かと思ったけど、そうじゃないのね。時代と世界を超えてこの場所で巡り合うことになるとは。九条丈太郎。プッチ、はじめましてと言うべきかな、丈太郎。もっとも、私が1988年のお前と出会うのはこれで2回目だがね。何？プッチとか言ったか。てめえ今奇妙なことを言ったな。俺がてめえとすでに会ったことがあるだと。知る必要はない。説明したところでお前には理解できない。お前を天国に行かせるわけにはいかない。お前がこのケープカナベラルで必要としているものを与えるわけにはいかない。ジョリン、その天国とは
この世界の私が求めていたもののことを言っているのだろう。それはもういらない。私には不要なものだ。何？私が本当に求めていた天国は他にあったのだから。私はそれを見つけた。いや、彼に、我が友に見つけてもらったのだ。私は苦難の道を歩み続ける殉教者ではない。真実の道を得た天国の住人なのだ。私はあまねく世に知らしめねばならない。彼の生み出す真実の尊さを、素晴らしさを。なんだと？言っただろう、知る必要はないとな。我が友と天国のためにお前たちをここで全身全霊を込めて倒す。
大物ぶってわけわからねえことしゃべくってんじゃねえぞ。あいつ言ってるか。オープンザゲーム。捨てやられたって。いかなる逆境に遭おうとも希望を失ってはならない。希望は強い勇気であり、運命に立ち向かう源となる。てめえ。人間の幸福を克服しなければならないのは運命だ。私と我が友にとってのそれはどうしたのか。どうだ。てめえ。苦いか。今までのプッチとは別人みたいだわ。説教の言葉がよく聞こえねえからよ。もっと大きな声でいいな。強いな、二人とも。夜空に輝く満天の星を見たことはあるか。すべての星々は互いに引き合うことで一層輝き、その光を増していく。お前は引力を信じるか。人と人との間にも
引力があるということ。プッチ、何を言ってる。お前たちには計り知れないことだろうが、私たちは真の天国に至る唯一の道に到達した。この世の全ての人類が真の幸福に導かれるための道。アイズオブヘブン。何？聖なる遺体の光に導かれるがいい、空城丈太郎。お前たちが遺体を全て集め終わったその時こそ、我が友の天国が幕を開けるのだ。楽しみにしているぞ、丈太郎。お前らが彼の作り出す真実にひれ伏す時を。どうやら今のやつは異変に巻き込まれているのではなく、異変を引き起こしている側の存在ってことか。やれやれ、真実だの上書きだの意味ありげなこと。真実、仲間が敵になり倒したはずの敵が蘇る。真実の共鳴だ。近くに聖なる遺体があるようだな。3個か。うわ、何これ。父さん、詳しいことは亀の中でさっきのジジイに聞きな。それと父さんってのはやめろ。おめえ俺より年。それ以外にどう呼べばいいのよ。前みたいに親父とか。後でいろいろ聞かせてよ。やれやれ。
何？これは？なんだ？おい、何が起きたんだよ、丈太郎！弾かれたみてえだ。光のひびに入ろうとしたらな。これはどういうこった？多分だけどよ、ここから先の時代には行けるやつが限られてるってことかもな。なんだそりゃ。光のひび自体が壁になって通る資格のねえやつを弾いてるんじゃないかと思うんだ。資格ってのはなんだよ。そんなのどうやって調べればいいんだ。この音は遺体の共鳴だ。誰だ、誰の遺体が鳴ってんだ。ジョースターさんとジョースケだけが次の時代に行けるみてえだな。別行動を取るのですか。危険なように思いますか。大丈夫、遺体に従ってここまで来たんだから。ジョースターさん、気をつけなせ。うん、ありがとう、スピードワゴン。
長介くん。任せとけって、ちょっくら行ってくるぜ。それで二人が戻ってくるまでの間、俺たちはどうするんだ。そうだな、この森王町で待機ってことになるかな。待機？あれ、どこに行くんですか？ちょっとね、その辺は歩いてくるわ。お嬢さん、この店でドルは使えませんよ。よろしければ円と両替して差し上げましょうか。本当？助かるわ。手数料は？結構です。手数料はいりません。その代わりと言ってはなんですがね。私とちょっとしたつまらない賭けをしてくれませんか。あなたが勝ったらお金を倍にしてお返ししますよ。賭け？賭けなら自信あるけど。観光客相手のしょぼいイカサマカードで私をカモにするつもり？賭けなんてものは何でもできるもんですよ。時間はかかりません。たっこのコインを弾いてテーブルに落とし、表か裏かを言い当てる。どうです？簡単だけどスリルあるでしょ。そうね。じゃあ、わかりました。私は裏にかけましょう。それで私が負けたらどうするの？お金はいりません。代わりに魂なんかどうです？魂で。魂？ちょっと何この男、素で言ってるの？キザなこと。ご返答は？いいわよ、それで。グッド。楽しくなってきた。ところで、その首筋、ずいぶん珍しい形のあざですね。え？星といえばそう。星を表現するのに奇妙な言い回しがあるのをご存知ですか？空に天国があると信じられていた昔。星とは地上を覗く穴から光が漏れているものだと考えられていたそうで、何だったかな？ Eyes of Heaven。
おっと。裏になりましたよ。おい、あまり一人でうろうろするなよ。異変による刺客が来るかもしれない。てめえ、ダービージョリン、その男から離れろ。もう遅い。払ってもらいましょうか。あなた賭けましたよね。確かに自分の魂を。あ、賭けというのは人間の魂を肉体から出やすくする、そこを奪い取るのが私のスタンドの能力。こんな説明はお前には不要だったかな、ジョータロー。両面とも裏か。安っぽいイカ様使いやがって。安っぽいイカ様で十分だったよ。親に似ず不注意な娘だ。度胸あるじゃねえか、ダービー。わざわざトランプを用意するなんてよ。もう一度ポーカーで再起不能にしてほしいようだな、翔太郎。あの時、私はお前のブラフに負けた。屈辱だ。許せない。あれ以上の屈辱はない。自分が許せなかった。お前に精神的に屈した自分を呪った。二度とあの時の惨めなダービーには絶対に戻らない。私はあのお方のために来たのではない。ギャンブラーの誇りを取り戻すためにお前と戦うのだ、ジョータロー。ポーカーでの勝負を申し込む。お前の娘の魂をかけて。いいだろう。では例の俺の魂をかけよう。グッド。オッケー、オープンザゲーム。ゲームを始めよう。
私の名はダービー。 D-A-R-B-Y D の上にダッシュがつく。 OK Open the game。様子見でコールだ。さて、私はレイズだ。その表情。ここは様子見でコールだ。コール。ゲッド。勝負。ワンペア。ゲームだ。レイジ。貴様、舐めやがって。ここは様子見でドロップだ。ゲームだ。さて、私はレイズだ。
怖い怖い、その表情。ここは様子見でコールだ。ゲッド勝負。スリーカードだ。ネクストゲームだ。ゲッド。私はレイズだ。ゲッその表情。イカ様を見破るとは見くびっていたようだ。ゲッド。様子見でコールだ。勝負。ワンペア。ネクストゲームだ。さて、私はレイズだ。様子見でコールだ。ゲッド。勝負。スリーカードだ。ネクストゲームだ。私はコールだ。私はコールだ。勝負。無駄だ。ネクストゲームだ。
は様子見でコールだ。様子見でコールだ。コール。ゲッド。勝負。なんだ。ネクストゲームだ。私はコールだ。怖い怖い、その表情。ジョリーンの魂が戻ったか。てめえの負けだぜ、ダービー。お見事。私はお前の娘の魂を奪い、お前はそれを取り返した。これでイーブンだな。寝ぼけたこと言ってんじゃねえ。このまま無事に帰れると思っているのか。無論帰るとも。今までだって何人もの敵に逃げられただろう。てめえ。ジョータロー、今の私は実に気分がいい。お前が以前と変わらず強者であると確認できたのだから。だから一つだけ忠告をしてやろう。あのお方と出会ったのなら絶対に戦うな。
あのお方の能力に太刀打ちすることなど絶対にできない。真実の上書きってやつか。ほう、あのお方のスタンドの秘密を知っているのか。いや、言葉だけで真の意味までは理解できていないと考えるべきかな。もし戦えば、お前は魂さえも残さずにこの世から消し去られてしまうだろう。この世に存在しないという真実に上書きされてな。私はお前の魂を抜き取ってコレクションに加えたい。だから忠告してやるのだ。ではまたお目にかかれることを期待するよ。私、あれ、賭けに負けて。やれやれ。しかし、真実の上書きか。どんな能力なのか見当もつかねえぜ。Please like, share, and subscribe.